月曜日の放送終了後です。カンカンとコウノスさんで、そしてもうね、さっき喋ってた天の声のヨシチは別で放送中に撮ってましたけれども、食べたいって人もユーゴンさんも同じですね。カレーうどん食べたいなって、ね、本当にね、ここね、あの有名で美味しいんでね、すごい良かったですね。はい、最後にユーゴンさんが牛久沼一周ガタガタってなってるんですけど、まあこの辺でコメント読みを終了します。ごめんなさい、今日時間が足りずに大切なことを言いそびれたと言いましたが、何かどうしたらいいんですかっていう何かあったんですか。いや、お得情報、お得情報というか、あの皆さんやっぱりね、この間暑かったので、あのスポーツバイクにドリンクホルダーが付けられるんですけど、皆さんそれが付いてなかったので、あると便利だよっていうことで、最後にみんな欲しくなって買って帰ったっていう。あ、なるほどね、すごい、そういったこともあるんですね、はい、いいですね、ゆるぽさね。はい、いい啓発の、ね、はい、くっつくんですよね。なるほど、ね、もちろんペットボトルとか、サイズが合えば水筒とかもいけるんで。でもこれがでもかっこいいって見えますよね、確かに。そうなんですね、なんとよくかっこいい、これ持ってると自転車通みたいな、あれますよね。フランスとかだと選手がこう飲んだのをポイって捨ててそれでもらえるっていう。すっげえ。すごいね。でもこれプラスチックなんで、すぐぬるくなります。はい、じゃあ凍らした方がいいんだ。でもなんか買って入れるのが一番いいかな。なるほどね。いいこと教えてもらいました。と、はい、いう感じで、はい、月曜日の放送終了後でした。バイバーイ。バイバーイ。